石壁の戦い用図石壁の戦いは、中国五冠末期の208年、長江の石壁において起こった、曹操軍と孫権、劉備連合軍の間の戦いである。河北を平定した曹操は、208年7月、慶州の末期であった劉氷を攻めるため兵を率いて、慶州へ南下したが、8月に劉氷が死に、後を継いだ劉操は9月に、曹操へ降伏した。 慶州の一部の人間は曹操への降伏を拒み、劉氷の確証であった劉備に突き従った。その数は十数万人にものぼり行軍が遅れたため、劉備は関羽が率いる数百艘の船にこれを分譲させ、関水を南下させた。劉備は陸路で高領を目指して南下し、途中で曹操の騎兵に追いつかれた者の長坂の戦いで生き延びた。 劉氷の弔問を建前に、慶州の動向を探りに来ていたロシクと面会し、1万人余りの軍勢の指揮を取っていた劉旗と合流しつつ、河口へ到達した。曹操は劉氷が創設した慶州水軍を手に入れ、南下して兵を長江沿いに布陣させた。当時の孫権は会計大将に過ぎず、陽州志士は曹操が派遣した劉香里であった。 竜香織は208年に死去し、基準していた、陳乱、梅聖、雷糸口らが反乱を起こしたが、翌年までに、加古園、長領、乳金、蝶、蔵原に討伐されて滅んだ。余償大衆の孫文は曹操から、進む鳥子将軍に敗され、子を人質に出して基準しようとしたが、呉軍大衆の死を治むに監視された。孫文の弟である、露良大衆の孫スクは、 あとに、曹操に内通したことが発覚し、遊兵されている。数十万とも言われる兵と朝廷の権威を要する、曹操の大軍勢を前に、孫権の陣営は恐れを抱き、長将らは、幸福を説いた。しかし、露宿だけは、光線を説き、美に出ていた周遊を呼び戻させた。周遊はと分析し、孫権に改善を説いた。三国志五所露宿伝によると、 呂宿から孫権と同盟を結び、曹操と対抗するよう説かれた劉備は、諸葛亮を使者として派遣して孫権と同盟を結んだ。一方、三国史職書諸葛亮伝によると、諸葛亮が孫権との同盟を検索し、劉表の長文に来ていた呂宿を伴って孫権と面会した。諸葛亮は、曹操の兵が疲弊していること、慶州の人間が振幅していないことを挙げ、 関羽が指揮を取る西兵の水軍、竜気が指揮を取る江夏軍、孫堅軍が協力すれば、必ずや曹操を破ることができるととき、孫堅は大いに喜んだ。孫堅は、周遊、帝広志らが指揮する水陸2万の兵を派遣し、劉備、周遊らは兵力して薬病に悩まされていた、曹操軍を石壁、烏林で撃破して敗走させた。三国史疑書部定期には、 と書かれている。三国志義書部定期の中に引く三陽港はじめ期には曹操は軍船を劉備に焼かれ、徒歩で撤退した。劉備は曹操を追撃して火を放ったが曹操に逃げられたと書かれている。三国志五所周遊伝には石壁において遭遇した曹操軍を劉備軍と共に逆撃した。この際、曹操軍には薬病が流行っていたため、 一戦を交えると敗走し、長江北岸へ引き上げたとある。さらに、郊外の検索による、家系と偽港を仕掛け、曹操軍が油断した隙をついて、油をかけ薪木を満載した、河川を差し向け、強風に煽られて、曹操の船団は燃え上がり、大打撃を受け、岸辺の陣まで炎は及んだ。曹操は交代しから素早しに陣を張り、 周遊らも、長江を挟んで退治したとある。三国志五所周遊殿の中に引く、公表殿には、字に、東南の風が激しく吹き荒れ、曹操軍の船を焼き尽くして、岸辺の陣営まで延焼させた後に、周遊らは都城市押し陸上から、曹操の陣に追撃をかけ、曹操軍は改装したと書かれている。三国志職所戦手殿には、劉備は、尊敬陣営の周遊。 帝広氏らと力を合わせ、赤壁で曹操を大いに破り、曹操軍の軍船を燃やしたと書かれている。三国志五色列伝には、周遊、帝広氏を左右の、徳都市、各一万の兵を量させ、劉備と共に進軍し赤壁で、曹操軍を大いに破ったとある。五官書検定期には、曹操は水軍で孫権を討伐したが、唐ス素早し赤壁で、 孫賢の武将周遊に敗れたとある。古漢期には、曹操は石壁で周遊と交戦し、周遊に大敗したとある。太平五乱が引用する英雄旗には、曹操は石壁から長江南岸へ渡ろうとしたが、船がなかったため、いかだを作って冠水沿いに川を下って、裏口に至った。曹操がすぐには渡ろうとしなかったため、周遊は夜中に火を放たせ、 イカダに紐へ移ると、すぐに船を返して逃げ帰った。数千層のイカを燃やされた曹操はそのため夜中に、逃走することになったと書かれている。曹操は残った船を燃やして、廃山兵をまとめて撤退した。薬病で、曹操軍の多くの役人、子卒が死亡した。三国志五職列伝には、曹操軍の廃山兵の大半が、飢えと病で亡くなったと書かれている。周 劉備らは、水陸並行して、さらに追撃して、南軍まで兵を進めた。曹操は慣れない、江南の地で薬病の流行に悩まされたこともあり、香料を創人に、乗陽を学信に託し、自らは北方に撤退した。石壁の戦いの前後に孫権は、合飛を攻撃したが、曹操は、長期に千人の兵と助難で集めた兵を引きさせて、合飛の救援に向かわせた。 そして曹操敗下の章渡るが流した、軍勢4万が、合飛の救援に向かっているという偽情報を信じた。孫権は即座に撤退したという。いつ孫権が合飛を攻撃したのかについては、諸説あるが、孫森は、石壁の戦いで、劉備が曹操を破った後、孫権が合飛を攻撃したというのが正しいとしている。赤壁の戦いの場所208年冬、南軍に進撃した。 周遊軍は僧人と長江を挟んで退治した。関名は医療場を奪取することを提案し、周遊はこの提案を採用。関名は数百人の部隊で医療場を奪取した。僧人は関名に対し即座に5000人規模の部隊を派遣し、医療を包囲させた。この時関名は公兵と合わせてわずかに千0 0 0人余りの兵を率いているだけであったが、 包囲されても大前として、指揮を取った。周囲は、両網の検索を入れて、両党の部隊に守りを任せ、自ら医療所を包囲する敵軍を攻撃して破り、医療を完全確保することに成功した。その後、溶かしたばかりの周囲の先方部隊に陥れられた、配下の将、牛金を、総人はわずか数十人で包囲網に突入して、救出し、それを見た部下たちは、 将軍は真に天神なりと感嘆した。双方の軍隊が退治を始めたが、この時、正面決戦の末に、周囲は流れ矢を受けて、重傷を負った。双仁は、周遊重傷を知り、周遊軍へ進撃した。しかし、周囲は、重傷のまま戦に臨み、双仁の攻撃を退けた。交戦開始から一年を超え、双仁は、周遊らに包囲されたため窮地に陥った。 劉備は張飛に千人を預けて、周遊の指揮下に入れ、一方で、周遊から二千人を借り受け、軍勢を互いに送り合った上で協調して、総陣を撃つことを提案した。周遊はこれに同意し、自軍から二千の兵を選び、劉備に預けた。その間、南部の四軍の大使は劉備に攻撃され戦死、降伏し、また関羽にも、北道を封鎖された。長らが関羽を攻撃し、 関羽軍に突入し、戦いつつ前進し、曹人軍を救出した。結局は、曹人らは、高領を捨て撤退した。こうして、周遊らは高領を占拠し、南軍を平定した。曹操は、揚州における、鎮乱、梅生雷糸口らの反乱鎮圧に、過去縁、長領、右近、長、増派を派遣する一方で、 慶州に対しては流派を単身派遣するだけで、効果的な手を打てず、一度は確保した、慶州の南軍遺難をすべて失った。しかし、上用郊外の青泥まで進出していた幹部と、行ける日の二人を学神が攻撃し撤退させ、周辺の異民族をも降伏させたため、上用一体だけは確保することができた。小説、三国支援儀における赤壁の戦いの記述は、 史実に基づきつつも創作がただ含まれている。208年、河北を制した曹操が江南を平らげようと、7月に50万の兵を率いて、南下を開始した。ちょうどその頃、劉氷が死去し、後を継いだ流氷と後見人の細胞は曹操に降伏してしまう。曹操は、慶州の兵を合わせ100万と申した。劉備は、劉氷死去の混乱に乗じて、 慶州を奪うという諸葛領の震源を入れず、曹操軍に追われながらひたすら南に逃げるが、劉備を慕う、数十万もの領民を引き連れたため進軍速度が上がらず、長坂派で追いつかれてしまう。この危機を超運と長飛の活躍で逃れ、過去の隆起の死体を延びる。一方、後頭に勢力を伸ばしていた孫権は、曹操なんかの方に驚き、 文官武官を集めて降伏するか戦うかの会議を始める。文官のほとんどは降伏を主張していたが、劉備の軍師である諸葛亮が訪問し、主戦論者の露宿と共に孫権の説得を始める。孫権の兄、孫作の義兄弟でもある周瑜は曹操に降伏する考えであったが、諸葛亮は曹操が、に高しを欲しがっていると告げ、さらに曹操の子、 宗飾がその望みを歌った。し同尺大夫をそらんじたことで周遊は激怒、孫権に対し主戦論を主張する。これによって孫権は、海戦を決意し、自分の机を刀で切りつけ、これより幸福を口にした者は、この机と同じ運命になると思えと言い放つ。両軍は、長江に総赤壁で退治した。周遊は大軍を有する曹操を相手にするには、 家計しかないと判断し、計略を使えて、慶州水軍の要である細胞、蝶院を暴殺する。さらに、曹操の策によって、偽りの幸福をしてきた細胞の重低の最中、最下を利用し、偽情報を曹操軍に流させる。将軍の郊外は、家計の実行役になるため、周囲に自ら苦肉の刑を進言し、最中、最下を通じて、 早々に、偽の幸福を申し出る。同時に周囲は、諸葛亮ののがのちくれの災いになることを懸念し、わざと難題を与えて初断させることを目論んで、十万本の矢を集めてほしいと依頼する。しかし諸葛亮は、自ら三日と期日を決めた上で快諾する。果たして、諸葛亮は、夜ぎりに乗じて、 藁人形を積んだ船を出し、曹操軍から矢を追いかけさせることで十万本の矢を回収する。また、周囲は、最中、最下を使って、当時まだのに行った宝刀を曹操軍に送り込み、船同士を鎖でつなげる、連艦の刑を進言させる。これは水戦に不慣れですぐに船酔いしてしまう、曹操軍の兵士のため、船の揺れを和らげる策という名目だったが、その真意は、 家計の際に船同士を延焼しやすくし、かつ逃げられないようにするためだった。曹操の陣営でただ一人、かつて劉備陣営にいた助手だけがこの策を看破したが、曹操に母親を殺されていた助手は真実を進言することなく、巻き添えを避けるために北方の馬頭のおさになることを申し出て戦場から離れる。問題は当時の季節の10月は常に、 北西の風が吹くことだった。反対の東南から風が吹かないと家計を用いても曹操軍の被害が広がらず、かえって自分たちの水軍に炎症する恐れがあった。周遊の悩みを聞いた諸葛亮は東南の風を吹かせると言い,い、祭壇を作り祈祷する。やがて望んだ通りの東南の風が吹き始めた。木は熟したとばかりに郊外が投降を装って出戦し、 密かに積んでいた藁に火をつけて、曹操軍に突撃する。連艦の刑のため互いの切り離しが間に合わない。曹操軍の船は次々と炎上し、地上に排していた陣にも、盗難の風で火が燃え広がり、曹操軍は散々に打ち破られる。乱戦に乗じて周囲が自分を殺そうとしていることを察知した諸葛亮は、盗難の風が吹いた直後に、その風を利用して、 劉備の下へ逃げ去る。一方、劉備軍は諸葛亮の指示のもと、曹操の退却先に伏兵を置き、舞い込んできた曹操と残った軍に追い打ちをかける。しかし諸葛亮は、今曹操は、天命が尽きておらず、殺すことは、不可能であるし、殺しても今度は後が兄弟になって対抗できなく、なるだろうと判断し、曹操に恩があるカムを、わざと伏兵に置き、 あえて関羽が曹操に大衆音を返す機会として与え、関羽が曹操を逃がすのを黙認する。こうして曹操は、慶州の大半を手放さざるを得ず、以後慶州は、劉備と孫権の係争地になる。石壁の古戦場と伝えられる場所は、長江、関水沿いに数カ所存在する。その是非については、現在も議論があるが、有名なものは、以下の2カ所である。 古北省北岸西南の長江南岸に位置する赤壁山。実際の古戦場として、現在最も有力視され、三国赤壁、または武赤壁と呼ばれている。古北省紀お菓子公州区西北の長江北岸に位置する赤花山。北宋の文人である奏職が名作、赤壁の符を書いたことで著名であり、東馬赤壁、または文赤壁と呼ばれる。 実際の古戦場ではないことが明らかになっているが、番頭の詩人土木が死に読んだことから古戦場とみなされるようになり、祖職の作品によって他の否定地より突出して有名になってしまった。ただし、土木、祖職の両者とも、ここが古戦場ではないことを承知の上で作品を書いたらしい。なお、東馬石壁は長江の流れが変遷したため、現在は、 長考に面していない。三国志五職列主伝による、公表伝による三国志職書諸葛亮伝による呉れ六、公表伝による三国志に中央加えた、敗称氏は、同一の人物から出た司書が食い違っているのは、職と五がそれぞれ自国に、都合のいいように記録したからであろうかと述べている。三国志五所周遊言与え備え並び力逆、走行、空を石壁。 自走行軍、周囲有疾兵、初一公戦、行軍敗退、引き継ぎ後北、三国志五所周遊伝の中に引く、公表伝には、曹操は病が流行したから船を焼いて退却したのだが、周遊に挙名を得させることになった都村県への手紙に書いたとある。曹操、劉備は皆疑惑を植え付けようとして、彼を誹謗したのである。三国志演技の著者、 ラカン中は、主元章、チンとモリオと元松の葉を争った長島ことに仕えたとされ、主元章がチンとモリオを打ち破った、陽子の戦いをもとにしているという説がある。三国志の敗将史中には、船で偵察に出た孫権が矢を片言に受けて、船が傾いたため、反対側を敵に向けて、矢を受けて、バランスを取ったという記述がある。民間伝承には、諸葛亮は、 この時期に、東南の風が吹く日があるのを初めから知っていたという、話や土壌を使って、東南の風を吹く日を知ったなどの話がある。松浦智久編、続行中等史解釈辞典、府、歴代史、石壁尾行、石壁について400から402ページより、執筆担当は、松尾美幸中。ありがとうございます。